それではですね、高知県大物6番解説していきましょう。こんな図がありましたよと。ABAC になっている二等辺三角形になっていて、さらに BC イコール BD となるような点 D を AB 上に取りますよと。でここで平行線形作ると、まあ、そうするとひし形になるよねと、全部の辺の長さ等しいわけだからひし形ができるでしょって言ってるわけですね。そんな E と A を結びますと。さらにこの AD の長さと CF の長さが等しくなるように F を取りました。さあ 最初の問題ですね。三角形 ADE と三角形 FCB、 これが合同であることを示してくださいね。FCB と ADE が合同であることを示してくださいね。もう終わってるだろ、ほぼほぼな。長さ等しい、長さ等しい、長さ等しい、長さ等しい。だからあとはこの角度とこの角度等しいが言えればいいんだけど、これ二等辺三角形なんだから底角等しいわけでしょ。これ平行線なんだから同位角が等しくなりますので、おしまいですよね。っていうふうに合同を示してしまえばいいのかなと思います。続いて括弧の2番、これがやや難しいかなと思いますね。線分 BF を F の方向へ延長して、線分 CE との交点を G とすると、このまま伸ばしていって交点 G っていうふうなものを取りますよと。っていうふうにしたときに、長さいろいろ設定するぞと。AB が7センチ。AB が7センチ。BC が5センチ。ってことは、まあ、ここも5センチになって、まあ、ここも5センチになって、ここが5センチになると。まあ、そんな感じなわけですね。当然、ここが2センチになって、ここが2センチになるわけだから、ここが3センチも出てくるわけですね。5と7だけで、ここまで長さが全部分かっていくわけです。で、ひし形 BCED の面積。このひし形の面積は、三角形 CGF。ここの面積の何倍ですかって言ってるわけですね。はい、これを求めなさいって言ってるわけなので、まあ、何をしていけばいいのかっていうと、いろんなところのね、辺の比っていうのを出していけば、まあ、おしまいなわけです。でそうするともうこれさ、ひし形とは言ってんだけど平行四辺形、平行線がいっぱい出てくるので、相似を見つけていくのは実はそんなに難しくないことなわけですね。はい、例えばここよいしょ、ね、ここ砂時計型の相似っていうのを見つけることができるわけじゃないですか。でそうするとさ、ここの長さが2だったら当然ここの長さも2になってるんだけど、ここ長さが5です、ここ長さが2です。5対2になってんだよね、5対2になってんだよね、5対2ね。ですから当然だけど、ここもこれピンクの方がいいな、ここもよいしょ、5チョークがよいしょになっちゃった、ここも5対2になるし、ここも5対2になるはずですよね。5対2になるはずですよね。で、ここが実際長さ分かっているので、この7っていう長さを5分の2倍にしてみましょう。5分の2倍にします。そうすると5分の2倍にしたら、これ5分の14っていう長さが得られるよね、と。で、ここの長さ今5って分かってるわけなんだから、引き算すれば5分の25ね、5っていう長さから5分の14引けばいいので、5分の11っていうふうにここが分かるわけじゃないですか。だからここが11対14なんてことも分かってしまうわけですね。さあ、こんだけ分かっていけばもうあとは全然いけるんじゃないのかな。要はさ、ここの面積っていうのを仮に S とかっていうふうに置いとくと、この S っていうのが、こう、S を使ってこのひし形の面積を表してしまえば何倍にしたかっていうのが分かっていくわけじゃない。OK。はい、なので、どういうふうにしていこうかな。こうこうこうで、こうこうこうだから、ここの長さもいるかな。あった方が無難かな。なくてもいける。なくてもいけるね。うん、なくてもいいからこのままでいきましょうかね。はい、そうするとこのままどういうふうにやっていけばいいのか。こいつを S って置いておけば、この三角形の面積わかるよね。この三角形の面積ね。なんでかというと、ここが S だったら、これ2対5になってるんだから、2分の7倍にすればこの面積になるわけじゃないですか。はい、なので、三角形、今ね、この CGF、CGF を S なんていうふうに置いておくと、三角形 CGB、CGB が、2分の 7S、 2分の 7S になるね。2分の 7S と。で、ここが2分の 7S って分かったんだけど、そうするとさ、ここ、こういうふうに切ってあげると、今度はここの底辺の比が11対14になっているので、これが、ここ対ここが14対25っていうふうになるはずでしょ。
Okay、だから今度はこの面積を14分の25倍すればこの面積、すなわちひし形の半分の面積になるわけですね。はい、なので、この面積が三角形 BCE だけど、これは三角形 CGB、CGB を14分の25倍したもの、すなわち2分の 7S を14分の25倍しているので、よいしょ。4分の 25S っていうふうになるわけです。最後、このひし形、BCED ですかね。BCED は、この三角形 BCE、BCE を2倍にしてると。三角形 BCE を2倍にしてるので、こいつを2倍にしてるわけですよね。2をかけてください。2分の25っていう。いうふうに出てくるわけです。ということで、四角形 BCD は元々の面積を何倍にしてますか ?2 分の25倍というふうに出てくるわけです。はい。ということで、最後はね、辺の比をちょん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 って出していけば、スムーズに求められたと思いますので、まあ、これぐらいはね、きちっと点数取れるようになってくれるといいのかなと思いますね。解説以上です。